気象灯岩油シロップ、レアシュガースイート気象灯を15%程度含むと、される。気象灯とは、香川県、香川大学、香川県内の企業で、主に構成された、一般社団法人気象灯普及協会によって、定義し、商標登録、第573万3646号を、された灯類の一種。自然界に、 ごくわずかしか存在しない担当や糖アルコールなどの総称であり、種類は50種類を超える。また、同団体は、自然界に存在量が少ない担当及びその誘導体と定義している。自然界に存在量が少ないために研究が非常に困難だったが、香川大学で気象党を含む全担当の生産戦略図であるイズモリングが構築され、 すべての気象等の生産が可能となり、研究が進んだ。気象等の中で研究が進んでいるディープシコースは、砂糖の7割程度の甘みがありながら、カロリーはほぼゼロ。さらに、食後の血糖値上昇を緩やかにする、内臓脂肪の蓄積を抑えるといった研究結果が報告されている。香川県では、産学館による研究や産業化の取り組みを進めており、か、 川気象等ホワイトバレー形成を目指している。国際気象等学会による。香川大学は気象等の生産や生理活性に関する研究開発を行っているほか、2001年からは国際気象等学会が置かれている。気象等のいくつかには血糖上昇抑制作用が認められるものがある。ディープシコースは砂糖の70%程度の甘みを持ち、 小腸で吸収されにくく、カロリーゼロなため、血糖値を抑制する作用がある。また、自然の澱粉から作られているため、人工甘味料ではなく、食品添加物でもない。D キシロースにも D プシコースと同様の活性が認められる。プシコースはダイエットに利用されている。このように、気象糖は血糖値ゼロあるいは低血糖の人工甘味料としてだけではなく、 これからは希少な薬効成分を持つ、創薬、新薬への臨床応用が期待される。例えば、食後の血糖値上昇及び体内への脂肪蓄積を抑える働き、糖尿病治療や癌治療などへの応用である。希少糖の中でよく知られるのは、キシリトールやエリソリトールなどの糖アルコールで、これらは天然の糖から人工的に生産が可能で、虫歯を作らない。 高部食性や低カロリーなどの特性を生かして人工甘味料などに用いられている。また、香川大学を中心とした研究により、ディープシコースなどが新たに開発されている。プシコースは食後の血糖値上昇及び体内への脂肪蓄積を抑える働き、さらに動脈効果の抑制についての研究報告があり、これらの予防効果が期待されている。市販されている。 気象灯の中には液体タイプ、粉末タイプがある。液体タイプはディープシコースを含む製品など。粉末タイプはエリスリトールやキシリトールなどの気象灯が販売されている。100%気象灯の製品は粉末タイプで手に入る。2018年1月、気象灯と気象灯の一つであるプシコースが新しい言葉の一つとして工事園第7班に記載され、 2018年1月17日、この事実を日本経済新聞がニュースとして報じた。また、2016年4月、香川大学が全学体制の新組織である国際気象等研究教育機構を設置し、国際展開部門では、英国、オックスフォード大学、米国、フロリダ大学等の欧米の大学との共同研究の推進とともに、 ブルネーダルサラーム大学、タイチェンマイ大学等のアジア諸国との共同研究も進めている。これらは気象等研究が日本においてのみならず学術的、国際的に市民権を得始め、認知され始めたことを意味する。ありがとうございます。